はい、どうもこんにちは、鈴木です。鈴木です。はい、鈴木です。ちょっとですね、誰かさんのお家に今ちょっと侵入してるんですけど、ちょっとですね、チャンネル乗っ取りました。はい、鈴木です。で、今日なんですけど、サスタ写真食堂じゃ、サスタ写真食堂に行こうと思っております。で、メンバーはですね、声の高い高橋、ちょっと中身今日違うんですけどね、声の中身多分違うと思うんですけど、あとはウィス田中、現実師ですね。で、無口の木下、で、私、鈴木です。どんなになるんでしょうね、これ。想像つかないんですけど、はい、鈴木です。私、鈴木ですよ。ユッケじゃないですよ、鈴木ですよ。はい、いや、懐かしくないね、初見なんで。あ、こんなとこなんですね。ちょっとアイコン吸ってますけど、鈴木ですよ。あ、こうやって見ると結構綺麗だな。ちょっとね、今パソコンがちょこちょこ変わったんで、結構綺麗なんですよ。はい、で、メンバーこんな感じですね。ちょっと、まあ、とりあえず行きましょうか。でね、クエストやってないんで、これ、ピアシングタロン使えないんですよ。あ、突っ込めたね。範囲攻撃もまだないのよね、これね。あ、藤井氏頑張ってますね。お、頑張れよ。タギはブレんじゃねえぞ。うっせうっせうっせ。ねえ、これどんな、編集どんなのってかわかんないですけど。ちょっとね、声の高い高橋がね、今回ちょっと代役でね、ユッケおじさんっていう人が喋ってると思うんですけど。あ、どうも、高橋です。ギリシャリくださいね。本来は声の高い高橋なはずなんですけど。今回声高くないですけど。ね、さっき言っちゃったけど、誰かさん喋ってるんで、ちょっとタゲ取っといてね、ウイルス氏の人ね。ちょっと一人来てんだけど、ブラックバット来てんだけど、メモ、赤だね、よし、OK。あ、よかった、タゲ取ってくれたね。あれ、田中、どこ行った？うす。あ、なんか木下の魔法が飛んできてるけど、田中いた、ちょっと映ったね。またあいつ、ね、ウイスしか言わないですけど。うす。ねえ、もう喋ることもないんだけど、どうしようかね、これね。で、鈴木はね、基本的にカットしないっていう流れでやってますんで、どうなってっかわかんないけどね、これ編集で。これ、ちょっと自分で、これやってみたかったのよ。これをやってみたかったんですよ。もう、鈴木で行きたかったんですよ。ちょっとね、どうなってっかわかんないですよ。今、オンスロー使ったね、あの人。あ、使った。絶対オンスローだよね。うん、オンスロー。オンスロってレベル15とかで絶対使えないよ、ね。あ、できね。高橋すげえな。任して。不術師すごいな。任してくれ。絶対オンスロート使ったと思うんだけど。ああ、やった。ちょっと次も見てみないだろうね。まあ。絶対オンスローだよね。まあ、見してあげてもいいけどね。あんな技使えないよね、まだね。まあ。すげえな、コンテンツサポーター。あんまり、あ、俺まだエフェクト切っちゃったんじゃないかな、これ。ちょっとエフェクトオンにしよう。エフェクトはこれだ。あれ、全部表示になってる、バトルエフェクト。あれまあいいや。ちょ、ピアシングタロンちょっと早めに覚えておかないといけないな。あ、てかディフェムボール使えたんだ、知らんかったわ。ちょっとね、早くね、隆起になんないとね、ホットパワーがさ、ダメなんですよね。メインキャラの言葉はまたコピってくるんで、ねえ、双術師のね、言葉はないんですよね、自分。よし。いやー、これ鈴木で何喋ろうかな。ちょっとねー、これどんななってんだろう。ちょっと自分でも想像つかないですけど、これ範囲攻撃、まだできないもんね。できるんだろうか。クラスクエ、また4倍速でやんなきゃダメなんだよね。これジャイアントクラブ、いちいちこれ閉じなくていいんだけどね。よし。頑張れよ、藤井寿司。高橋頑張れよ、高橋。話振んなくていいんすよ、俺。高橋行け。わかった、はいはい。はい、逃げ。わっしょい。どこ行くんだ、お前。あれでも、なんか今高橋喋ってたね。なんか吹き出すねえみたいけど、読めなかった。俺に話踏んなくていいっすよ。絶対モンスロだよね、俺。すごいな。
レベル15で本数使えんだもんな、あいつ。やるね、高橋。だから踏んなくていいって、本当に踏んなくていい。なんかね、確かにこれ、当てれこしたくねえな、高橋に関しては。本当そうよ、これ。誰も得しないからね、こんなこと。ねえ、これどうなんでしょうね。あの、見ていただいてる方がね、楽しんでいただければ、まあ一番いいんですけど。またね、またわけのわかんないことやってますね、ほんとに。あー、また閉じちゃったよ。閉じちゃったよ。まず鈴木で何喋ればいいんだ、俺。俺って言っちゃった。鈴木なんですけど、はい、私鈴木です。鈴木になりきるって無理よね、これ。正直。あ、ピアシングタウン使いたいな。いや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 、ほんとね、 DPS をねあんまりやらないんでね。 DPS、 いや DPS しかやったことないんですけど、鈴木はもうあれですから、槍しか使ったことないですから、もう槍に生きる鈴木ですから。いやー難しいな、余計なこと喋っちゃうと鈴木に なれないんだよな。鈴木の質問コーナーとか今度やってみようかな。誰がすんのよ質問。もし何かあったらコメントください。ねえだろ、絶対ない。鈴木に聞きたいことあったらねえだろ。設定作るのがねちょっとめんどくさいですけど、鈴木への質問があったら皆さん今度なんかね、なんか適当にコメントを打っといていただければ、もしかしたら今後やるかもしれないんで、もうそういうちょっとねお遊び的なというかね、このチャンネルの動画ってそんな感じなんで、はい、なんかね、そういうちょっと変なことをやりたいんで、もしなんか鈴木に聞きたいことあったらコメントに残しておいてください。赤だったっけ、今回赤だよね。ほんとやばいな、鈴木で喋ることあんまないから、最悪4倍速だねこれね。4倍速で鈴木に喋らせればいいんだ。もう最悪そのパターンだな。これは特に難しいことなんもなかったもんね。槍で来てるから、あれか、範囲攻撃スタンすれば、はいはい。なんか高橋ちょっと今回避したね。大丈夫だよ高橋、ちゃんとスタンするから。はい、長くて鈴木だから。わかりました、わかりました。あー、だいぶスタンできない。お、高橋回避したね。ナイス高橋。高橋にあんまり話振りたくないんだよな。あー、よし、 OKOKOK。 お、レベル上がった。鈴木のレベルが上がりました。レベルいくつになったんだろう。プラス5分5、ゴルゲット。どうなんだ、強くなるかな。資格、あ、強いね意外と。あ、ATR 装備ってそういえばまだ出るんだね。全部名前がついたのかと思ってた。なんか知らない、これ昔なかったよねっていう装備増えてますよね。いつ増えたんだかもよくわかんないですけど、あれはまあまあまあいいんじゃないかな。昔はねずーっと ATR 何々っていう名前でしたけど、ハウケッターぐらいからもなんかオリジナル装備になってるよね、名前が。確かなんかエナなんだっけ、忘れたけど。わっ、これは鈴木アタックのチャンスだなね。やっぱりね、もう今ね、なんつったって鈴木ですからね。今これ NPC じゃないですから、鈴木はもう絶対木下にリミットブレイク負けちゃいけないよね。ちょっと俺、じゃマディソン選手に打ち込むから、もうスプリントして打ち込むから、いくぜ。おっしゃー、もう木下には渡さないから。鈴木アタックね。でも当てることできないんだよな、鈴木アタックとか言えないんだよな。今喋ってんのが鈴木だから、こんがらがるけど。いや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 、喋ることないぞこれ。
喋ることがなくなったぞ。なんか起きねえかな。なんか面白いこと起きないかな。カメラを引いて。あれだな。田中とかなんか食らわねえかな。こう、ね。あんまね、この NPC たち、頭いいから、なかなか変なこと起きないんですよね。せっかく鈴木ボイスでやってんだから、なんかツッコミとか入れたいんだけど。ブランターとキューラス、これタンク装備だよな。でどうせやったら装備なんか欲しいな。ね、ルーキーリストレートとかだもんね、装備してんのが。ビギナーリングとかね、結構ルーキーリングとか、意外と、IL 低いけど、なかなかいい感じなんだよね。あとこれよ、これ。このフレンドシップサークルとね、レベル25まで、経験値プラス 20% だから、外すに外せないっていう。あれ、これ、あ、マップ開いてないんだ。まあ、鈴木は別にマップ開けなくてもいいよね。鈴木だし。もう、この動画を撮りたいがために進めましたから、鈴木は。なんかでも、エーゼンがね、いい感じで、ちょっとこのまま進めていこうかなとも思ってるんですけど、本当は鈴木になりきろうと思ったんですけど、これ無理ですね。鈴木になりきるのはちょっと無理だな。しまったな、ここで木下にリミット打ってもらった方が良かったかもしれない。もうリミットを木下に打たせないっていうのに集中しすぎてたけど、どっち狙ってる。木下こっち狙ってるよね、みんなね。よし、うおー、あー、なんか喋ることないな、ほんとに。あ、今はね、あれだね、高橋がうおーって言ってたな。あれ敵がうおーって言ってたのかな。ちょっとうおー分かんないから当てれこしないでくわ。あれは敵だったら嫌だから。ちょっとね、あれだね、高橋の当てれこは考えちゃうね。まあね、あ、出てきたなー。ちょっと固くなにマディソン選手を殴ってみよう。これは多分ね、無口の木下がどうにかしてくれると思うから。すげえな、マディソン選手を目潰しだとか言ってるね。スタン効くのかな。あ、スタン効いた。今のうちにボコボコにしとこう。結局犬全部倒されちゃった。あれ、ここ宝箱なかったっけ。見逃したべか。これ昔はさ、こっち側走ってくとさ、あー、雑魚に回避できたんだけど今ダメだね。よっしゃー、これも あー突っ込んでっちゃった。回避できるかなと思ったけど無理だね。よし、ここは回避できるのかな、まだ。あ、ちょっときついな。あ、いや、いけんじゃない。あ、ちょっとよっしゃー。これ、それでリミットもたまったから、これまたあれだね、木下に負けないようにリミット打たなきゃいけないね。あった、こんなの懐かしい。ちょっと待って、なんか選挙官みたいのが近寄ってきたんだけど、よくこんなとこまで来るよな。どこの塔か知らねえけど、いやー、ちょっとこれマイクに入って困るんだよな。いやー、ちょっと喋んないで、選挙の人、ほんとちょっと困る。先に音消せるように今のうちにリミット打っとく。鈴木やったー。
し OK。 サイズあと音声消せばいいもんね。あ、でもどっか行ったな。いや、まだいるな。選挙カーみたいなやつ。あ、じゃあみんなも、みんなもなのか水面なのか知らんけど。だからサポーターさすがにこれはやってくんねえのか。あ、間に合わないな、あれ。ピアシングタロもないし。ちょっと。鈴木頑張る。あ、お、高橋かっけえ。やっぱ初心者の館とは違うね。めっちゃ挑発してくれたもんね、今ね。あー、間に合わない。いや、きっと大丈夫だ。高橋ならやってくれる。ね、きっとね、マジかよとかって言いながら、やってくれるはず。もう、いや、ボス集中攻撃するわ。まあ、木下あたりがきっと範囲攻撃してくれるんじゃないかな。うわ、めっちゃ電車。あ、俺、防衛なわけだ。こいつ主人公にしよう、もう。あとは、どうにかなるべ。しまったな。木下にリミット2つやる方がよかったな、これは。よっしゃー。え、またレベル上がったんだけど。なんか今の感じ、ボスがレベル上がったように見えちゃうね。ウェーイ。写真撮りまくった。お、フルスラ覚えたよ。フルスラ覚えたってことはレベルいくつよ。あ、サスタシャクリアした時点でもう鈴木レベル26っすね。これは、何びっくりしてるの？鈴木増えた。いや、増えたとかじゃなくて、最初からいましたから。あ、木下いたわ、ちゃんと。え、鈴木が増えたよ。いや、増えたとかじゃなくて、あんた誰？肌の色ちょっと違うじゃん。じゃなくて、あんた誰？でも、え？似てるでしょ、ほら。あ、双子ですか？双子ですか？似てるよね。いや、もう、誰？あなた誰？この辺はもうちょっとあれだね、アテレコ解除だね。ここはもういいや、俺の声でいいわ。いや、俺の声とかじゃなくて、あ、でも身長が、あなた誰？あ、身長もでももう大体一緒でしょ。あ、肌の色もっちょい黒かったか。田中こいつだ。そうそうそう、おいし。双子とかじゃない。ちょっとスクショ撮っとこうかな。双子とかね、偽物だこいつ。鈴木ね、あの幻想役がいっぱいあるからね。やばいよ。あと何センチ身長。いや、でも、いや、いいとこだと思うんだけどな、これ。マジか。ねえ、あと2センチぐらい？それやばい。いや、やばいな。身長はいいな。マジか。多分。身長はいい感じだわ、これ。ほら。やばいぞ。それやばいぞ、マジ。肌の色だな。あと、顔のパーツがちょっと違うか。難しいね、これ。はい、鈴木です。まあ、そんな感じで、ちょっとサスタチャをクリアしたので、次があるかどうかは分かりませんけど、鈴木でした。はい。これはどういう編集になってるか分かりませんけど、やってる本人としてはものすごくやりづらかったです。鈴木だと思ってた。鈴木だと思ってたってこと。そうそうそう、ウィス。双子とかじゃないの。双子とか。双子とかね、偽物だよこいつ。マジ？それやばい。やばいよそれ。なんかまたわけのわかんないこと言ってる。いや、なんか幻想役とか言ってる。やばいぞこいつ。え、鈴木じゃないの。なりすませ詐欺だよ。マジか。それやばい。やばいぞ。やばいな。マジか。これなんか言ってんだけど。やばい。やばいぞ。それやばいぞマジ。偽物だよ。偽物か。